皆さん、いつも、カメチャンネルを見ていただき、ありがとうございます。ミュージックビデオを見ていただく前に、今年の大谷翔平選手の簡単な総括ナレーションを今回から数回に分けて聞いていただき、大活躍したシーズンを少し振り返ってもらえればと思います。2024年、大谷翔平選手は新天地ロサンゼルスドジャースに移籍し、驚異的なシーズンを過ごしました。過去の実績と期待を背負い、新たな挑戦が幕を開けました。シーズン序盤、大谷選手は右肘の手術を受けた影響で、投手としての復帰が叶わない中、リハビリを行いながら打者としてのパフォーマンスに集中しました。開幕戦となる3月20日、早速、センター前安打を放ち、ドジャースのファンに初勝利をもたらしました。4月13日のパドレス戦でのシーズン初本塁打により、打撃の鋭さが光り始め、その後も安定した成績を維持。彼のプレーにドジャースファンは歓喜し、新たなスターとしての存在感が急速に高まりました。リハビリも順調に進み、2月にはフリー打撃を再開し、驚異的なパワーを見せました。その打撃力がピークに達したのは5月6日のブレーブス戦で、1試合2本塁打を記録。6月17日のロイヤルズ戦では、シーズン20本目の本塁打を達成し、MVP 候補として注目を集めます。彼の全力のプレーはチームを牽引し、さらなる活躍への期待が膨らみました。しかし、シーズン中盤には試練も訪れました。6月、長年の専属通訳である水原一平氏が、違法賭博への関与で、FBI の捜査対象となり、大谷選手の口座から約450万ドルを不正に送金していたことが発覚。水原氏は解雇され、事件は野球界に波紋を広げました。このスキャンダルにより、大谷選手の周囲は緊迫した雰囲気に包まれましたが、彼は冷静にシーズンに集中し、チームとファンの信頼を守り抜きました。新しい街に足を踏み出して、青い空が広がるロサンゼルスの地で、過去と期待背中に背負って、見つめる未来、ただ一つの道、痛みも乗り越え、立ち上がるたび、希望の光がまた照らし出す、打者としての一歩、勝利への一打、ファンの声が力となるよ。手術の痛み、リハビリの先に、再び立てると信じた道を、一振り一振り心込めて、力の限りこの瞬間に生きる、通訳の事件も乗り越えながら、周囲の騒ぎにも負けず、信頼と愛を守り抜くために、大切な声を胸に抱きしめ、鋭く光る。
千ファンが見守る、その瞬間に夢をつかむため奔走し続ける。新しい場所での輝きを、シーズンを重ねるごとに強くなり、打つたびに感じるこの手応え、 MVP の声も遠くから響き、僕はただここで輝きたい。未来へ続く長い道のりを、共に歩むファンに感謝の歌を、彼の全力を捧げ続け。